のオリンピック最終予選、オリンピッククオリファイアシリーズ、ハンガリーブダペストからブレイキン男女をこの時間お伝えしていきます。放送の解説はジャパンナショナルチームライフコーチダンサーネームノンマンこと石垣元信さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、このパリオリンピックの最終予選、ブレイキンは上海とブダペスト、この2つの大会で行われた各大会の順位によるポイントの合計をもとに10人をこの最終予選から選びます。日本からは女子3選手、男子2選手が出場しています。上海大会では日本の女子は表彰台を独占しました。ただ実は1つの国と地域で最大2人までしかオリンピックに出場できないということで、女子は非常にレベルの高い争い、そして男子もシゲキックス選手が体力予選でアジアの枠でオリンピック内定していますので、残り1つの枠を2人で争うという厳しい争いになっています。ブレイキンは3ラウンド制、1対1のソロバトルの形式で行われていきます。ジャッジは9人、ご覧の5つの要素で判定を行います。テクニック、そしてエクセキューション、技の完成度、ボキャブラリー、技の多様性、オリジナリティ、そしてミュージカリティ、この5つの要素でジャッジが判断をしていきます。この争い、高い争いが続いているこの日本女子、そして日本男子のブレイキン、パリオリンピック代表争いです。緊張します。そうですよね、はい。世界の本当にトップレベルですね。日本の若者たちがこう肩を並べられてるのは嬉しい限りです。さあ、それではパリオリンピック最終予選ブレイキン試合の模様をいただきましょう。男子の準決勝です。この試合に日本男子残る1つ、日本男子残る1つの出場枠の行方がかかります。ダンサーネーム一心としてきます。一心勝てば一心がオリンピック代表内定、一心敗れますとダンサーネーム日本のヒロトがパリオリンピック代表内定となる準決勝です。今年の日本選手権のチャンピオンでもあります一心がこれから登場してきます。男子のセミファイナル、
注意してください。ズモー
日本のパリオリンピック男子最後の一つの枠はヒロトに決まりました。ヒロトオリンピック代表内定。カザフスタンのアミル決勝進出。
会社向かってみるな。めんどくさいな。めんどくさい。うん、めんどくさい。はい。知ったかどうかってところですね。うん、さあ、最後の第3ラウンドです。めんどくせえ。
先輩になりますから、物おじしそうになると思うんですが、絶対シフトにします。シグジャー本当にしないかな、技が出ました。本当にどちらも苦しいと思うんですが、自分を信じて最後まで今の自分が出し切れたんじゃないでしょうか。平均点は平均何時間取ってかないと。この2人の準決勝の対戦で勝った方がパリオリンピック代表内定です。